どうも、リノスマンでございます。皆様本日もご覧になっていただいて本当にありがとうございます。いやー、寒いですね。はい、もう冬なんでね、あんま言っちゃダメですよね、それは当たり前のことはね。はい、ということで、今日の日付なんですけれども、撮影日の日付、はい、1月10日でございます。月曜日、はい、なんで今日は2本目の撮影になっております。一応ね、予定ではね、僕は11日から仕事なので、この10日に、3本撮りする予定でございます。まあ何事もなければね、3本撮れると思ってますので、はい、撮ってね、編集してね、やっていきたいなと思います。はい、ということで、今回の動画なんですけれども、一応ね、お正月に買ったものを、紹介したいなと思います。お正月に買ったもの第1弾でーす。今日はね、スニーカーを1足と、あとアパレルを1点紹介したいなと思います。ちょっと少ないんですけどね、今年はね、まあ手術をしたっていうのもその影響もあるんですけれども、毎年ね、結構初売りとかでね、リサイクルショップだとか、古着屋さんとか、セールやってるじゃないですか。僕もね、まあもう元日からね、出かけて行って買い物したりっていうのが例年の流れなんですけども、今年はね、あんまり行きませんでした、正直。そんなに気張って、行かなかったので、買うものも少ないし、回るお店も少なかったです。そんな中で、買ったものをね、ちょっと紹介したいなと思います。じゃあまずはね、スニーカー後にしようかな。最初はアパレルから行きます。アパレルから、はい、こちらでーす。キルティングの、ベストを購入しました。はーい。これはね、まあ、皆さん大好きだと思うんですけど、メイドイン USA です。メイドイン USA のキルティングベスト。ちょうどね、こういうベストがちょうど欲しかったんですよね。もちろんね、ダウンベストとかも持ってるんですけども、なんかね、まあ最近スウェットセットアップが好きなんですよね。その時にダウンベストでも全然いいんですけど、ダウンベストだとちょっとボリュームが出すぎちゃうんですよね。で、もうちょっと薄いベストとかもあるんですけど、それだと単純に寒い、冬なんで。それだと単純に寒い。だからね、ちょうどね、このキルティングぐらいで、この薄、厚みがね、そんなない感じのやつが欲しかったので、これはもうドンズバでした。で、カラーもね、ブラウンということでね。ブラウンを選んとけばね、大体合うんでね、使えるアイテムだと思います。で、これがですね、お値段、3000円ぐらいで、3000円ぐらいだったのが、30% オフで購入した、あ、違う、2700円の、値段がついていて、で、30% オフで安くなって、ちゃんとはっきりした金額はわかんないですけど、2000円ぐらいで購入しましたね。はい。これが1点です。で、今日紹介する2点目なんですけど、スニーカーでございます。スニーカー、はい。こちらでーす。はーい。バンズ、ランピンでーす。こちらを買いました。久々にバンズを買いました。久々にバンズ。もうどのぐらいぶりかだろうっていうぐらいね、バンズは買ってなかったんでね。一時期はね、もうバンズしか履かない時期とかもあったんですよ。で、バンズも結構持ってるんですよ。バンズだけでね、多分50足、60足ぐらい僕持ってるんですけれども、最近は買ってなかったですね。はい。で、このランピンなんですけれども、僕はすごいこのランピン好きなんですよね。そんなに人気はひょっとしたらないのかもしれないんですけども、まあ、例えばね、シュプリームなんかでも、このモデルをね、使ってね、コラボしたりしてるんでね、好きな人にはね、刺さるモデルだと思います。でね、カラーもね、なんかいいじゃないですか。グレーの、2色使い、ちょっとね、色味の違うグレー2色でこれは構成されております。はい、バンズのこのランピンって、可愛いカラーがいっぱいあるんですよ、実は。で、あ、いいなぁ、これって思ってもね、やっぱりサイズが合わなかったりしてね、結構変えてないんですけども、ランピン自体僕はこれ2足目のランピンですね。はい。これからもね、ランピン、いい色がね、サイズ合うのがあればね、もちろん安くね、あればね、買いたいと思っております。で、こちらのお値段です。こちらのお値段なんですけれども、980円でした。980円。
状態もね、そんなに悪くないんですよ。うん、やっぱりバンズっていうとね、あのバルカナイズのスニーカーなんでね、こうして見た時に、アッパーとソールがね、この辺剥がれたりするしてるんですけども、中古はね、うん、これはまだまだ大丈夫ですね。うん、かかとの減りもね、まあ減ってるんですけども、そんなにないので、まだまだ全然使える一足だと思います。はい。で、このね、年末年始買ったスニーカーっていうのはね、これが最後なんですよ。うん。でもね、なんかね、結局ね、前に紹介したね、こちら、ML71。これもグレーだし、今回のランピンもグレーだし、で、この前の動画で紹介してると思うんですけれども、ニューバランスの703、これも基本グレーなんで、なんかね、グレーのスニーカーばっかり買ってます。はい。今年、2022年はリノスマングレーなのかなっていう感じですね。あの、フォースマンのあれ、あの、ミッドのあの、やつ欲しいですよね。あの、数値がちっちゃいやつ。あれ、かっこいいんでね、できれば僕も欲しいんですけどね。うん、今年中にね、ひょっとしたら買うかもしれないですね。この流れで、はい。ということで、今日はですね、お正月に、買ったものということで、第1弾、こちらのバンズの、ランピン。はい、それとですね、キルティングの、ベスト、メイドイン USA。こちらをね、紹介させていただきました。本日の動画がですね、ちょっとでも面白かったという方は、ぜひグッドボタン、そしてチャンネル登録、よろしくお願いいたします。じゃあ最後までご視聴どうもありがとうございました。バイバーイ。